マスクの入った段ボール箱がトラックに積み込まれていきます。この後北海道に向けて出荷されます。埼玉県深谷市の生活用品メーカーの工場で次々と積み込まれていくマスク。このメーカーでは政府の求めに応じて100万枚を提供しました。同じような光景は仙台市でも。大量のマスクが北海道を目指しています。地域の皆様にですね、日々拡大するところを少しでも抑えられるように貢献できるようにというような思いでですね、北海道の皆様にお届けできればと。全国的に品薄の状態が続くマスク。国が一括してメーカーから買い取ったマスクを北海道の感染者の広がりが見える市町村の住民の方にお届けすることとします。政府は国民生活安定緊急措置法に基づきマスクをメーカーや輸入業者から買い上げ、クラスターと呼ばれる感染者の集団が発生したとみられる北見市や人口当たりの患者数が多い中富良野町の全世帯に1世帯当たり一律40枚を配る方針です。政府が買い取るマスクは400万枚。日本郵便を通してこのうちおよそ247万枚を北見市の6万2000世帯に、およそ9万枚を中富良野町の2200世帯に配る予定です。40枚もなかなか買いに行ったって店で売ってくれないからね、ありがたいですよ。個室ですからね、お客さんが、何ともないって言ってもやっぱし不安ですよね。お客さんも私のこと不安だと思いますよ。今日も北見市の50代の男性と、はい、旭川市の60代の男性2人の合わせて3人の感染が確認され、道内での感染者は82人となりました。このうち21人がすでに退院したといいます。